うん、トマちゃんとほんとば、あんなにすんのかなと思って、顔聞きながらね、あんまり高いと。今年7月、厚労省が発表した国民の生活に関する驚きのデータ。高齢者世帯のおよそ6割が生活が苦しいと答えたのです。前年から10ポイント以上も増え、過去最悪に。さらに今月からは追い打ちをかけるように食品を中心に2900品目以上が値上げ。より厳しくなっている家計の状況の中、懸念されているのが。足りないのはお肉ね。体重を崩して体重がすごく減ったの。それから食べなくなったというのは余計じゃない。低栄養シニアの増加です。物価高の影響や身体機能の衰えで小食になり、栄養不足に陥る高齢者が増加しているというのです。減ったし、食べるものが変わったよね。ホルモン焼きなんか食べられなくなったもん。高齢者たちに忍び寄る低栄養状態。実際にどんな食生活なのでしょうか。めざまし8が訪ねたのは東京北区にある小川慎三郎さん80歳の自宅です。昨日の晩御飯を聞いてみると。ちなみに今日の献立は何なんですか。だから今の角煮、豚の角煮か、あと納豆だけですね。1パック分の納豆をかけたご飯とコンビニで購入した豚の角煮です。美味しい、これは美味しい。抜いたことはない。朝昼晩よく食べる。野菜がないことについては、うん、トマちゃんとほんとばあんなにすんのかなと思って、前3個で390円ぐらいだったのが490円にしたの。買う気なかったね、あんまり高いと。物価高の影響で野菜は買わなかったといいます。さらに、普段はどういったものを食べてらっしゃるんですか。まあ、レトルトが多いですね。食費は月々3万円前後。普段はレトルト食品やインスタント麺などを食べることが多いといいます。普段はお昼とか。専門家はこの食生活では低栄養状態の可能性があると指摘します。野菜などから摂取可能なビタミンのほか、摂取カロリーが足りないといいます。増加する低栄養シニア、どうすれば防げるのか。周りの家族が気づけるサインも紹介します。はい、実はこの状況になかなか自分自身では気づけないというところが怖いところなんですね。本当にやっぱり弱ってしまって体調が変化しないと気づけないんだろうね。はい、そうなんです。ではそうなる前にどうすればいいのか、今日は詳しく見ていきます。はい、原因そして予防方法まで。あれ今日も。はい、さあそしてですね、今日は、この高齢者の食事情に詳しい駒澤女子大学教授工藤美香さんにリモートでご出演いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあまずいろんな要因があるというこの低栄養シニアなんですけれども、うん、はい、VTR でもご紹介しました、最も今、この大きな理由というのが物価高なんですね。やっぱりお腹を満たそうとする、はい、満腹になればいいということから、うん、どうしても値段が張ってしまうお肉だったり魚、さらには今高騰している野菜だったり果物、うん、こうしたものをなかなか手に取る機会が減っている。そうするとタンパク源だったり、あとはビタミン、うん、ミネラル、こうしたものを取る機会が自然となくなってしまっているということなんですね。だん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 そうやってこうなんか栄養が失われて栄養失調に向かっていくんですか。はい、で今回取材した小川さんなんですけれども、年金が大きな収入源です。月11万円という中で家賃が月2万円、そしてご家族に仕送りもなさっているということから、いただいてるんじゃなくてしてる。そうなんです。ですから
食品に使えるのは月およそ3万円、うん、この中で毎日何とかして食をしていかなければならないということですね。だってこれ小室さん、はい、パスタで豚の角煮、納豆とご飯って言ったらこれ、うん、炭水化物とタンパク質だけだよ。そうですね、うん、私もね時々こう色がね茶色によってしまったりっていう時もありますけども、うん、そういう時はやっぱり意識的に野菜を摂るようにしないと気づかないっていうのは私でもありますね、うん、なので、ね、もっと意識的に見ていかないとですよね、はい、さあこの小川さんの食事なんですけれども、工藤先生ご覧になった感想いかがでしょうか。この方は3食食べようという姿勢は非常に良いと思うんですね、うんうんうん、しかし朝と昼、これは炭水化物の中心の食事となっていて、うん、夜で頑張って納豆と豚肉自分で補給しようと思って、やっているようです。ただ全体的には不足しているのかなというふうに思います。そうですね、何足してあげたいですか。そうですね、これに足すのだと野菜とか果物、乳製品、そういったものを足したいなと思うんですけれども、あまり調理ができないということですので、トマトジュースとかトマト缶とか冷凍野菜、そういったものを追加すると良いのではないかなというふうに思います。確かに冷凍野菜ね、そうですね、はい、今気軽にね、はいはい、野菜を取る機会も実はありますね。そうですね、はい、そして間食にヨーグルトとか牛乳なんかを少し加えると、うん、もっと良くなるんじゃないかなというふうに思います。カルシウムも取れますしね。そうですね、そっかそっか、はい、この物価高に加えてもう一つの大きな理由、単身世帯の増加とあるんですが、実は2021年国の調べによりますと高齢者全体のおよそ3割が今単身世帯一人暮らしをされているということなんです、うん、はい、そうするとどうしても自分一人のために料理をするという機会が減ってしまう。いや、自分のために作って億劫ですよ。そうですね、うん、ですから気軽にどこかで買ってということが増える、うん、そうすると好きなものを食べてしまいますので栄養が偏ってしまうという傾向にあるんだそうです。確かにそうですね、はい、ただここまではなんとなく多くの世代で感じる部分だと思うんですが、うん、ではシニアならではの原因、これもあるんです。見ていきます。まずは体の衰えという部分です。噛む力が弱まっていく、そうするとどうしても柔らかいものを食べようというふうになってしまう、うんうんうん、そうすると選ばれるのがお米だったりパンだったり、麺類だったりといった炭水化物が中心になってしまうんだそうです。なるほど、はい、そしてもう一つ、消化器系が弱まることで食欲自体が低下をしてしまう、うん、さらには、持病があるという方も増えていくと思うんですけれども、そうなると、持病があるということから家からなかなか外に出る機会がなくなってしまう。で体を動かさないとどうしても小食になってしまう、うん、あ、確かに、はい、で何とか食べようとしますので食べるものの栄養が偏ってしまい、そしてそれが原因になってさらに持病が悪化をしてしまう。でそうするとまたここの体を動かさないという要因につながってしまって悪循環がどん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 と進行していってしまうということなんですね。この悪循環止めなきゃいけないですけども、うん、食事の栄養偏っている古市さんいかがですか。いや、僕もなんかやるとチョコレートが基本なんですけど、でしょ、ちゃんとプロテインとか飲んでてプロテインに、牛乳入れて冷凍ブルーベリー入れて、はい、ミキサーにかけて飲んでるんですけど、はい、これめちゃくちゃ良くないですか、はい、先生どうでしょう。どうですかね、ちょっとそれだとビタミンとかミネラルが、少し足りないような、足りなそうっていう、はい、ビタミンミネラル、あとエネルギーもそれほどね取れないですのでエネルギーもない、はい、そうね、ちょっと気をつけなきゃいけない。でもあれスムージーとか飲んでなかったっけ。あ、そうだから、そうプロテイン飲んでるんですけど、うん、でもなんか年取るってこんな嫌なことばっかりなんですか。なんかこのコーナーいつもなんか最近さフレイルとかなんかね、今はあえて良くない例を挙げてるんです、うん、もっと健康的に楽しんでる方ね、風間さんいらっしゃいますよね。そうですね、でも良くない例ですけど、その年寄りの人はもしかしたら金持ってるかもしれないから売ればいいですよ。金よりは少し金になります。じゃ金がない人どうしたらいいんですか。僕もうちも初老の夫婦2人で住んでますけど、はい、意外とその小川さんと同じような食事してるなと思って。そうなんです、僕も料理作るんだけど、ね、そんな何種類も作んないから。確かに、でも少しは作るんだったらね、まだいいですよね。まあね、僕は料理やるから。でもあんま変わらないなと思って、ちょっとドキドキはしてましたね。うちの母もろにああだったんですね、うん、同居してて私がもう発見が遅れてしまったんで、で自分のためにお金は使わない、で料理もしないということになっていってしまって、うん、はい、炭水化物ばっかりな、ご飯、パン、お餅、麺だけになっちゃったんですね、うん、でやっぱりフレイルになってしまって、で気がついてから私お惣菜買ってくるようになったんですけど、私がお料理あんまりできないので、またそのお惣菜が偏っちゃうんですよ、ひじきばっかりとか。そうね、こうした状況の中でもこうやって栄養
ローバランスに気を使ってらっしゃるシニアの方もたくさんいるわけなんですね。そうですよ、竹山さん。今回めざまし8では都内に一人暮らしの88歳の女性の自宅を取材させていただきました。88歳だいたいいつもこんなの買ってます。これがサラダで、これが小松菜の煮浸し。買ってきた食料品を見せてくれたのは、東京板橋区に住む88歳の長坂千恵子さん。のり巻きやおひたし、ポテトサラダなどを晩ご飯と翌日の昼食に分けて食べるといいます。さらに、それで牛乳とヨーグルトで、タンパク質とかそういうのの。普段は肉類などは食べないという長坂さん。その代わり乳製品などでタンパク質を補っているといいます。もう食べた感じっていうか、お腹がいっぱいになるっていうか、そういう満腹感があるんです。さあ先生、この女性の食事ご覧になった感想いかがでしょうか。はい、この方は、骨粗鬆症予防のことを考えてしっかりと食べている印象です。炭水化物とかタンパク質、脂質、この3大栄養素のバランスは非常にいいのではないかと思います。そして見た目がコンパクトに見えるんですけれども、のり巻きはご飯がよく詰まっているので、結構エネルギーが取れるんですよね。はい、そしてマグロが入った鉄火巻きを選んだというところが、ポイントじゃないかなというふうに思います。これはタンパク質を補給することができます。確かに。そして、はい、野菜のおかずをあと一品だけ、そして果物を、少し足せるということで、ビタミン、ミネラル、食物繊維が補給できて、便通改善にも役立つのではないかなというふうに思います。はい、ですから、まあ、買ってくるでもこうやって意識することが非常に重要なんですが、実はこの低栄養シニアの怖いところが、自覚がないまま、悪化していってしまうというところなんですね。なるほど。はい、自身が、この低栄養状態だと気づいていないという人が非常に多いと、はい、で気づいた時には体調不良が起こってようやくということでは手遅れになってしまう可能性があるということなんです。でこれを放っておくと何が起こるのか。健康な時はいいんです。低栄養状態、気づかないまま放置が続いてしまうと、先ほどの岩田さんもおっしゃっていたフレイル、これ番組でもやったんですが、心身の衰えや虚弱状態、活力がなくなってしまう、はい、でこうした状況が続くと認知機能や免疫機能が低下をしてしまう、そしてもし介護が必要になった時にも重症化した状態で迎えてしまうという、こういう、負のスパイラルに陥ってしまう可能性がある、ね、やっぱりそこまでいくとなかなかやっぱ健常な状態に戻るの難しいですもんね、はい、ですから、この低栄養であるということにいち早く気づくことが重要、そして予防することが重要になってきます。ここからだとすぐ戻れますもんね、健康ね。そうなんです、日々の食生活を改善することで元気にまたなれます、ではその方法を詳しく見ていきましょう。キーワードがあります。さあ、にぎやかにいただく、どういうことか。どういうこと。はい、それぞれの必要な栄養素の頭文字を取っているんですね。見事に、はい、全部で10品目で、これがですね、ポイント、1日3食の中で7品目以上が該当するように、いろんな種類のものを、これ多く取る必要はないんです。少量でもいいので品目を多く、これを7品目以上が理想。はい、例えばですが、海藻といってもですね、お味噌汁の中にちょっと入っているわかめ、これでも十分だということなんですね。そうなんですね、たくさん取らなくても、少量でもいいから取ることが大事なんですね。はい、へえ。ですから、これを目安に心がけていただくということが大事になります。大変だなと思ってしまいがちなんですけれども、実はですね、手軽に取る方法、先ほど先生からもあったんですが、缶詰だったり加工食品だったり野菜ジュースだったり、出来合いのものをこの中に取り入れるということでも十分大丈夫なんですね。でさらに実はですね、今、タンパク質を取るためにプロテイン、ポイントが運動した後取ってください。運動した後、そうなんです、ちょっと散歩でもいいので、とにかく体を動かした後に取ることが重要。時間帯についてはいつでもいい。これによって直接タンパク源を取るということも重要になります。さあでは最後に、なかなか気がつくことができないという中、どうすればこの自分が低栄養シ
ニアになっていることをチェックできるのか、周りのご家族も一緒に考えてみてください。まずは最近風邪など感染症にかかりやすくなった、さらにはサイズが合っていたはずの服がダボダボになった、こうしたものはサインです。周りの方もぜひ気づいてあげてください、はい、そしてもう一つ、これ自分でもできる簡単セルフチェックですけれども、はい、実は自分自身の筋肉量というのはふくらはぎ目安にすることができるんですね。はい、でふくらはぎの一番太い部分にご自身の親指と人差し指でリングを作るようにして一番太い部分に当ててみてください。はい、で僕のようにですねリングにならない場合は届かない場合 OK、 でもしつながってしまうという方はちょっと注意が必要。これがダボダボだという場合はこれは低栄養シニアの可能性がある。谷原さんも笠原さん、低栄養気味スタイルがいいという場合もあると思いますね。忖度、分かりやすい忖度ですよ。はい、でも分かりやすいですね。竹山さんどうですか。いや俺なんか回るわけないんだけど、だから初めから痩せてる人はいいんです。谷原さんとか岩田さんみたいにスタイルいい人はいいんですけど、回らないのにこうなったらまずいってことね。そこで判断しましょうね。そうですね、これはもう本当早期発見が重要です。ぜひご自身でチェックしてみてください。